ケースラグ団体の皆さんともに今日は昨年、石橋の文化財の指定を受けて初めての、お祭りになりました。コロナ禍の中でございますけれども、対策を確保しながら、万全をして、努めてまいりたいと思っております。2年間できなかった石岡の祭り、今年は感染対策をしっかりして実施するということでございます。何してやっぱりこの石岡の祭り、やっぱり私思うのには、幼稚園生から子どもたちが非常に楽しみにしている、2年間のお祭りに対して今年はできるんだという子どもたちの笑顔は非常に期待して嬉しいところでございます。石岡の祭りができるということは、本当に茨城県の文化伝統を守るという意味でもですね、大変大きな意味があることではないかなというふうに思います。石岡の祭りという財産をですね、次の世代に引き継いでいかれるように努力していただければというふうに思いますので、しっかりと応援をさせていただきます。本当に今日はおいでください。17日神社からおみこしが連番町というより当番町のところの仮の宮に、おみこしで移動するんですけれども、その際の行列を一番見ていただければ、お祭りの、趣旨というか、が分かると思います。